こちらからは今日は冒頭はありません。代表カメラのテレビ朝日です、はい。普天間移設で、辺野古の埋め立ての、承認に向けたですね、大詰めの時期を迎えていますけれども、はい。政府としては今後どのようなことに力を入れていきたいと思いますでしょうか。ですね、まあ、17日の沖縄政策委員会におきまして、中山知事から直接5項目にわたる要請を受けました。まず政府としましては、この沖縄の負担軽減は最優先かつ最重要のような要の課題の一つだと認識をしております。この知事の要請につきましては、まずしっかりとこれをまず受け止め、そしてその要請をに応えられるよう最大限努力をしていかなければならないと思っておりますし、総理からも直接そういった指示が出されています。関係閣僚今この全力でこの要請を受け止め努力しているところです。引き続き努力を続けていきたいと考えています。オスプレイの訓練移転ですとか移住といった、なかなかですね、他の地方自治体の受け入れ体制なども含めてハードルの高い問題がありますが、その点についてはどのようにお考えですか。内容、さまざまな内容が含まれています。しかしこれは、沖縄のこの中山知事からのこの直接の要請でありますし、沖縄関係者の皆さんの思いが込められた要請だと受け止めています。それぞれ担当大臣がしっかりと受け止め努力しなければいけないと考えております。今努力を行っている最中です。オスプレイの訓練移転先としてですね、長崎県や大分県が候補に挙がっているという情報がありますけれども、大臣のほどのようにお考えでしょうか。私自身はちょっと詳細は承知しておりませんが、そうした具体的なことは控えさせていただきたいと存じます。そしていずれにせよ要請はしっかり受け止めて努力しなければいけないと思っています。午後ですね、予算の折衝で、大詰めを迎えますけれども、外務省としては、来年の予算どういった点に力を入れていきたいとお考えですか。はい、ですね、来年予算、我が国 の、 その外交 の、 この充実のためにしっかりとした予算をお願いしなければならないと思っていますが、その中で特にですね、ODA 予算、そしてその中でも特に保健医療分野の ODA 予算、これについてこの今一つしっかりと予算をお願いしたいと思っていますし、もう一つは、3つの大使館の新設、これを、お願いしたいと考えています。各社どうぞ。大臣、はい、日中韓首脳会談についてお伺いします。はい、年末まで残り2週間を切りましたが、議長国の韓国は依然会談を首脳会談をセットできていない状態になっています。はい、日本政府としては会談の年内開催を今後とも目指す考えでしょうか、それとも年明け以降の開催も視野に入れて、いるんでしょうか。日中韓のこのサミットにつきましては、先日17日の日に韓国 の、 このイ・ギョンス外務次官補が来日されまして、我が杉山外務審議官とこの会談をし意見交換を行いました。まずはそしてこの日中韓サミット開催の重要性についてはですね、日本、中国、韓国、各国とも一致していると認識をしております。そしてその上で議長国、今年の議長国韓国の努力、その年内開催に向けての努力を
まあ、我々、日本は、まあ、支持をしていますし、そして日本自身はですね、いつでも台湾のドアはオープンだと、まあ、言い続けてき、て、ております。ぜひ、まあ、年内この議長国である、まあ、韓国の、まあ、努力をですね、見守りたいと思いますし、期待をしたいと思っています。10日程度しかないんですけれども、そこで開催できるんですか？これはこの重要性を認識し、そして議長国として責任を果たすというのであるならば、これ日にちが残っている以上はですね、最後まで努力して、努力するべきだと思っていますし、我々はその努力を支持しています。なかなか開催できない最大の原因はどこにあるとお考えでしょうか？その何が課題になっているのか、大臣としてのご認識をお聞かせください。我が国の態度は先ほど申し上げましたように、まあ、中国韓国とともにこのサミットの重要性については、まあ、一致しているわけですし、我々はいつでもこの対話に応ずると、まあ、言い続けています。この議長国韓国に、中国等との調整ですね、しっかりやって、いただきたいと思いますし、その努力を支持していきたいと考えております。その具体的なこの内容については、議長国韓国のこの努力の中身ですので、私から申し上げるのは控えたいと思います。大臣、琉球新報ですが、はい、普天間の話なんですが、昨日ですか、アメリカの国務省の方がですね、知事から求めている普天間飛行場の5年以内の運用停止についてですね、まあ、日本の国内問題だというような発言とですね、難しいというような発言が報道部長からあったんですけれども、それに対する大臣のちょっと受け止めとですね、同じように地位協定の改定についてもアメリカ側は非常に消極的というか否定的な発言があるんですが、今後その沖縄県から求められているその地位協定とその運用停止について、政府としてはどのようにアメリカと交渉していくのか、また時間的にですね、いつ頃までですね、その回答をする、知事は回答を強く求めているんですが、例えば年内に回答を出すとかですね、まあ、それ年内難しいとか、そういうスケジュール感もですね、まあ、アメリカのそうしたこの発言報道は、まあ、承知はしております。そしてただこの我々は政府としましては、中山知事の要請、大変重たいものであると、この認識をしています。ただ17日、まあ、知事から正式な要請を受け取ったこのばかりですので、まずはこれをしっかり受け止め、そして、関係閣僚が努力をする、こうした段階です。総理からもこの指示が出されている中ですね、これはしっかりと、努力をしていかなければならない、最大限の努力が求められると考えています。まだこういった状況ですので、今後その具体的なスケジュール感については、この努力の状況、さまざまなこの環境、この辺を見た上で判断しなければならないと思っています。努力した上でまた具体的なスケジュール感も示せるところまで持っていきたいとは思っています。埋め立て申請の前までに、埋め立ての判断までに、そのある程度のものを出したいということで、まずは17日の要請を受け、今政府一体となって取り組んでいる状況です。はい、すいません、ありがとうございました。はい。